ごめんさん、こんばんは。すみません、ちょっと遅くなっちゃったかもしれない。まあ着いたんですけど、着いたっていうか、まあその明日の待ち合わせ場所の、まあそれなりに近い場所というかで、今泊まってるんですけど、これ宿泊費いくらだと思う？宿泊費いくらだと思う？いや、ホテル探してて時間かかっちゃったんですよ。ホテルを探してて時間かかって、ここのホテル代が11,300いくらとか、税込みだと思うんだけど、11,300円だか、そんぐらい。俺さ、明日の旅部のギャラ1万なんすよ。明日の旅部のギャラの1万を前乗りするために、明日ほら、集合場所、俺ん家からだと、4時起きぐらいになっちゃうの、その、7時にね、集合しなきゃいけなくて、で、俺ん家からだと、向かうと、まあ、大体2時間ぐらいかかるのよ。ああです、26階速さんです、2個は出す、 KP は出す、量産出す。でそれで大体その2時間ぐらい俺ん家からかかる場所が集合場所なんですよ。で朝7時集合なのよ。ってことはもう逆算すると、俺ん家に5時に出ないといけないじゃん。で俺朝風呂とか入る人だから、まあ4時ぐらいに起きとかないとやばいのよ。うん。だそう考えるとちょっときついかなと思って、前乗りしとくかと思って、近場のところ、明日集合の近場のところに今ホテル借りてじゃねえ、ホテル取って泊まってるんだけど、今着いたとこなんだけど、俺明日の旅部のギャラが1万円なんですよ。で明日の旅部のギャラが1万円なんだけど、ここのホテル代が11,300円なんですよ。っていうことは、現段階で1,300円の赤字なんですよ。あとプラス交通費もかかってるから、もう完全に赤字確定しちゃってるんですよ。うん、いや、ラブホっすね。あ、そう、みどりさんとか出る。みどりさんも来ますよ。みどりさんと大木さんと、あとやるみさんっていう女性の方みたいですね。なんか名前聞いたことあるんですけど、なんか勇者トロさんの、まあちょっとふわっちの人何人知ってるか分かんないけど、勇者トロさんって人がニコ生いて、まあ、俺ちょっと絡んだことあるんだけど、前のなんか元カノらしい。うん。で、完全に赤字なんですけど、どうしたらいいですか。赤字なんですけど、もうここのホテル泊まってる時点で赤字なんですけど。部屋見せろ。あ、もしかしてその11,300円っていうの信じてないですか。部屋見せれば結構豪華なんで、部屋見せれば多分ね、ちょっと待って、ホテル名とか出たらあれだから、ちょっと待って、ちょっとホテル名とか書いてあるとこ一応消してじゃない、隠して、この辺ホテル名書いてあるから、ちょっと待って、ね、ちょっと伏せて、これ大丈夫かな。ホテルの部屋結構綺麗なんで、で広いし、見せればね、ガチで11,300円するっていうのは多分分かると思う。見て、こんなに綺麗でこんな広いんですよ。こんなん 5,6 銭で泊まれないでしょ。ラブホみたいっていうか、ラブホっすよ、うん、こんなとこ泊まれないでしょ、 5,6 銭じゃ。ガチで11,600円です。しかもさ、今日土日料金だから、土日料金だから多分高いんだろうね。で、ここのホテル、
あのもうちょっとだけ安い部屋あったんだけど、もう全部取られてんの、やっぱ土日だから、あのもう本当多分恋人たちがね、多分ね、もう本当に今燃え上がるじゃないですかね。やっぱ休みなんで恋人たちが多分泊まりまくってるんだと思うけど、もうあのここね、ここあの2部屋しか空いてなかったんですよ。ここの部屋ともう1部屋空いてあって、でその2部屋の中で安い方を選んだんだけど、それでも11,300円。いやこれは5,6,000には泊まれないな、若いでしょ、5,6,000では泊まれないですよ。11,300円です。で平日料金だったら多分 2,3,000円ぐらい安いのか知らないけど、今日多分休日料金だからっていうのもあると思う。今日土日じゃん、土日だから超高い。ほら広いし普通に綺麗っすよ、うわこれサウナもあるじゃん、うわサウナもあるじゃん、これサウナ、これサウナでしょ、これサウナやん、多分これサウナやん、サウナやん、これうわーとっとっとっと、これ絶対サウナでしょ、これうわやば、サウナある、やばこれは高いわラブホとかたまにサウナとかあるからね。あテレビもあるやん、テレビもあるやん、風呂場にテレビもあるやん。ちょっといや俺ちょっと迷ったよ、あのさ、あのギャラ1万で宿泊費でそのギャラ超えて、あの俺さ、ここのホテルにまず着いて、あの ロビーっていうかあるじゃん、あの部屋の値段の表みたいなのがあって、でも全部取られてて残り2部屋しかないのよ。でそれであの両方とも11,300円と12,000いくらとかだったから、まあ1,000円ぐらいしか買わないんだけど、これ俺明日のギャラより高いやんと思ってちょっと迷ったマジでちょっと躊躇したよね、どうしようと思って。でももう本当7時にあの集合しなきゃいけない場所があって、そこちょっと場所言えないんだけど、でそれで何だろう、まあある程度近めのところとはいえ、あのまあ 7時集合だから7時に出たら絶対間に合わないのよ、もっと早く出なきゃいけないわけじゃん。そうするともう6時台起きとかになるわけよ、うん、でそうするとあのいろいろ他にもねホテル探そうかなって思ったけど、そんなことやってたらさ今度30分1時間とか過ぎちゃうじゃん多分。で他のとこ行ったって今日土日だから、結局なんか高いところしかなんか土日料金になってるし、どこもで他のとこ空いてない可能性もあるし、空いててもまたねこんぐらいの1万ぐらいのとこしか空いてない可能性もあるし、そしたらさなんかどんどん時間が過ぎて泊まれるか分かんないから、で明日にもさなんか明日滝行とかなんかいろいろするらしいんですよ。でなんかもう明日に体力も温存しときたいじゃん、もうすぐ休みたいから。しかもそんなんでさグダグダグダやってたらさ前乗りした意味あんのかなとか思ってくるし、アバーガー風船のだからもうしょうがないからもう赤字やんと思いながら、あの涙の宿泊ですよ本当、うん、いや明日滝行とかやるみたい。ニコニコ あのチャンネルでやるんですけど、公式チャンネルの旅部っていうの出るんですけど、滝行とかね、あのいちご狩りとか行くらしいっすよ、まあ、それはもうツイッターで告知されてるんで何やるかっていうのこれは言っていいと思うんだけど、あともう一つね、あのツイッターに書いてないことをやるみたいですけど、まあ、それはちょっとツイッターに書いてなかったから、まだ旅部の公式のね、そネタバレになるかもしれないからそれは言わない。あのただ滝行といちご狩りはもうツイッターで告知されてるからそれは言っていいのかなと思って。あーやったー千葉さんからやった、なんだっけこれ、ウェディングケーキとやったろうそく用というか、オーマイガーオーマイガーオーマイガー、アラブの石油ウィルズウィリーズソフトバンクソンバダヨシ、ありがとうございます、ありがとうございます。しかも見てこれカラオケもあるよ、ほらカラオケもあるやんこれ、やば、しかもこれ最新機種やん、多分これ多分最新機種やない、これダムだ、ダムの最新機種やない、これ、うん、これは高いわいやなんかカラオケ落とされるらしいじゃん、落とされるってか下手したらバンになるらしいよね、
いやなんか今すごいふわっち厳しいから、カラオケやるとこれ明らかちゃんとしたカラオケやん。なんかさ、アプリとかのカラオケだったらなんかあのほら大丈夫っぽいんだけど、まあ、あくまでそのサイトの自主規制でしかないんだけど、うん、なんかやっぱ結構あのほらサイパージョイの運営にすげえ言われたらしいから、本当のガチのこうさ、なんかカラオケ屋とかにある機種は多分ビビってんだよ。だからもう自主規制でやってんじゃない。カラオケのアプリとかだったらね、なんか多分まだ言われてないだろうから。てかカラオケのアプリって結構なんか無料でなんかなんていうの、インスト、あ、ツイッターとかにアップできるようなの多いから、だからなんか言ってこないだろうっていうんでさ、そこら辺許そうだから、だからなんか自主規制してないんだろうけど。あー、桃之助さんからお前がアラブの石油は皆さん、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、そう、私、ありがとう。いや、そう、ちょっとね、だから多分ね、NG っていうか、多分下手したら落とされ、下手したら、本当に下手したらバンされるから。てか、どっちにしろ明日もう、だって、どっちにしろ、もう明日早いからさ、そんな、こんなところで体力使えないでしょ。うん。てか、喉渇いたんですけど、なんか頼むか、ちょっと待って、ホテル名とか出ちゃうから、これ。ちょっと待って。とメニュー表とか映さないようにしないと。あ、これ多分テレビで注文できるやつだ、これ多分ね、これね、電話でも注文できるけどテレビでも注文できると思う。テレビの喉乾いた、なんか飲む。うわ、もう超赤字やん。宿泊だけで11,300円とかってるのに、飲み物頼んだら、飲み物だって200-300円ぐらいするんじゃないのこれ多分。あ、でもさ、こういうとこってさ、なんか宿泊した人はさ、なんか飲み物ぐらいタダみたいとかあるよね。ワンチャンそういうのないかな。ウェルカムドリンク的なサービスはこちら、これかな。ちなみにあのね、画面映すとあのホテル名が画面に映ってるから、ちょっとあの見せれないんだけど、画面は。高っ！何これ？国産牛サーロインステーキ173,800円。高っ！高えよ、ちょっと。ないのかな？ソフトドリンク。ウェルカムドリンク的な、ウェルカムドリンク的なのないのかな？サイドメニュー。いや違うな、どれだろう。あ、ドリンクメニュー、これか。ドリンクメニュー580円、巨峰サワー。なんか酒飲みたい気分なんですよね。でも明日さ、もうあれだからね、一杯ぐらいなら大丈夫なのかな。いやでも明日のもう言うても6時間半ぐらい後には運転しないとだからな。なんかもう酒でも飲まないとやってられないよ。だってもう完全赤字なんだもん、これ。もう宿泊の時点で赤字だから、もう酒飲まなきゃやってられないでしょ、これマジで。え、でもさ、飲酒運転とかなんないの？大丈夫それ？6時間後ぐらいには運転しなきゃいけないのよ。まあ寝るけど、酒飲んでから8時間ぐらい経たないとダメなんじゃなかったっけ。まあ多分アルコールの量によるんだろうけどさ、飲まない方がいいよね。なんか飲みたい気分だわ今ちょっと。うわ、こんなん超絶対うまいやん、こんなの。見て、カルーアミルクにほら、このちゃんとなんかこの甘いとこと牛乳の層みたいなのがあって、このポッキーとか、これ絶対うまいやん、こんなん。うわうわー、この加湿オレンジ絶対うまい。もうこう分かれてるやつ絶対うまいからね。これ混ぜたら結構濃くなるやつやん、これ絶対うまいやつやん、これ。うん、まあでもしょうがない、もうソフトドリンクしかないわ。まあ、てか俺普段酒飲まないんだけどもうなんかやけくそだから飲みたい気分。あ、
何これ、これさ本当に写真と同じのが来んのかな。これめっちゃうまそうじゃない、このアイスコーヒー。眠れなくなるやん。アイスミルク170円。うん、ジンジャーエール170円。てか結局ウェルカムドリンク的なんねえのか金取られるなこれ。ファンタレモン、わあどうしよう、どれも飲みたいなこれ。コーラでガンギー待った後に2杯ぐらい飲むか、これ喉乾いてるから今結構。ホットもある、あでもこんぐらいか。ソフトドリンクは10個しかないね。コーラでガンギー待って、アイスミルクでガンギー待るかどうしよっかな。ジンジャーエールも捨てがたいね。ファンタレモンもなんかいいな。オレンジジュースもいいな。なんかめっちゃうまそうに見えんな。なんかこういうところってさ、めちゃめちゃうまそうに見えるし、実際来たら超うまくない、なんか、うん、どうしよう、2つぐらい頼もうかな。ウェルカムドリンクないねこれね。オレンジジュースとコーラにしよっかな。いやでもわかる、アイスコーヒーこれめっちゃうまそうだよね。なんかこれ、うわってかさ、てかさアイスミルクとコーヒーを、アイスコーヒーを頼んで半分ずつ飲むのよ。アイスコーヒーと牛乳を、アイスミルクを、で残った半分を混ぜてカフェオレにできるよ天才じゃない。3度楽しめるよ。アイスコーヒーとアイスミルクを頼んで両方とも半分ずつ飲むの。そうするとまずアイスコーヒーを楽しめるやん、アイスミルク楽しめるやん。で半分ずつ余ったのをもうカフェオレの黄金比で半分半分で混ぜ合わせたら、もうカフェオレとしても3回楽しめるっていう、天才やんマジで。それする、うん、ちょっと待って、これどこで、あれ、わあでもどうしよう、でもさすがに4個は飲めないよね。わあでもオレンジジュースとコーラも飲みたいな。どうしたらいいかな、飲みたいな、どうしよう、どうすっか、どうしますかね。もう4つ頼んじゃうか、もうやけくそだから。今日はやけ飲みですよ。やけ酒ができないから、やけソフトドリンクで。もういいや、4つ頼んじゃえ、もういいよ今日は、誕生日だし。頼んじゃった4つ。あぶぶぶぶ、変な打つない、あ、頼んだ。危ないよなこれ、なんかこれさ、なんかアダルトなやつとかも見れたりするからさ、多分そんなん映したらバンになるからね。よいしょよっしゃ、あの充電しとかないとな充電しとかないと、ちょっとこれモバイルバッテリーとか。やばい、一人で4個飲むってやばないこれ。まあでもさ、多分あれあんま多分量ないからね、うん、あのコップって結構量ないから、うん、あのコップは多分量そんなないんで、多分4つぐらい飲めちゃうと思うんだよね、うん、いやあ、広角持ってきたっけ俺、持ってきてる
誕生日、あ、終わっちゃいましたね、ほんまや。明日っていうか今日ですよ、もう日が変わったから今日にしとくか、日が変わったんで。あ、ケーピアだす。電波悪い、マジっすか。ここ Wi-Fi ないのかな。電波悪いっすか。電波悪い、マジか。 Wi-Fi あんのかな。4つ頼んだから本当こんなにいいんですかみたいな感じで来て、あとなんかウェルカムドリンクが2つまで無料なんだって。だからあの4つ頼んで、じゃあ2つ無料にしてくださいって言って、大丈夫ですって言われて、あ、 OK ですって言われて、そうやった、2つ無料になったわ。やっぱウェルカムドリンクってあったんだね、なんかちゃんと探せばあったのかね、知らんけど2つ無料になったよ。横山みどりが今夜の配信で旅を予告したけど慎吾さんの名前出してなかったの。だから急遽決まったんですよ、急遽、うん、急遽決まったんで。そうね、本当はなんだっけ、名前忘れちゃったけど、なんか他に出る人がいたんだって。でその人がなんか交通事故で引かれたらしいんですよ、車で。でそれで代打的な、そう、交通事故で引かれたらしいですよ、なんか。でしかもその人なんか交通事故で引かれた時の配信してたらしい。ニコ生で配信してる時に引かれたらしい。やばくないですか。アハートどうも、うん、電波大丈夫そうっすか。あ、これなんかさっき 4G だったんだけど今 5G に変わった。あれか、 4G と 5G になんかなんか切り替わる時があるから、その時に映るだけか。これ今 5G になってる、多分ね。 4G と 5G に切り替わったりとかした時に悪くなるっていうか、 4G から 5G に切り替える時ってどうしてもその一回止まっちゃうのよ。 4G の回線から 5G に行くから。さっき 4G だったの、今 5G になった。多分今大丈夫だと思う。しかも 5G ってめっちゃ速いからね。あ、でも 5G って確か 4G ってあれなんだよね、壁とかさ、こう障害物とかには強いの、 4G って。 5G より、でも 5G って 4G より速いんだけど、こう障害物があるような、だ、要するに建物の中とかは 4G の方が強かったりするらしいんだよね、特性的に、うん。だから 4G だけのなんかやつとかできるらしいんだけど、設定で。やり方わかんないですよ。多分めちゃめちゃ簡単だと思うんだけど、わかれば。4G にしないで、5G が入るとこでも 5G に切り替えないで 4G のみ使えますよっていう設定もあるんだけど、やり方がわかんない。ググれば多分めっちゃ簡単に、しかも多分本当数タップでできるめちゃめちゃ簡単な設定のはずなんですけど。滝行は、まあ、多分することになるんじゃないの。なんか着替え持ってきてくださいって言われたんで、まあすることになると思うんですけど、飯とかもあるけど、まあ飯はいいかな。俺かっぱ寿司食ったからね、かっぱ寿司、
美味しそうっすけど、まあ、これ以外にもいっぱいあるけど結構高いな。辛濃厚味噌ネギラーメン1200円、高いっすね。いろいろあるけど、まあ、これ以外にもメニューいっぱいあるけどね。何人集まるの？何が？ニコ生？どうだろう、結構集まるんじゃない？なんかてかみどりさんがいるから、うん、ニコ生だとやっぱみどりさんの集客力すごいんで、みどりさんがいるからそれなりに人集まるんじゃないの、うん、まあでも実際ね、その企業チャンネルってあんま人来ないけどね、そのなんていうの、個人のコミュニティとかよりも企業チャンネルが人来ないけどね。まあフォロワーが少ないとかそういうのもあると思うんだけど、飯田は、いや飯田さんは来ないですよ、うん、いやみどりさんの枠じゃないです、あの企業チャンネルです、あのニコニコの公式チャンネル の旅部の公式チャンネルでやるんで、だ企業チャンネルの方なんでみどりさんとか個人の枠じゃないです。有料になるとアクティブ1になる、それはしょうがないでしょ。あの途中まで無料らしいけど途中で有料に切り替わるらしいんで、そうそう、だでぜひね無料だけでも見てください。あの別に有料のはね見たくなければ 見なくていいし、見たい人はまあ見ればって感じだけど、多分有料はいくらか知らんけど 最低最高でも550円だと思う。なんかね多分ね多分だよ、多分だけど月額550円だから、で月額費払えば多分だけど見れると思うのよ。それか個別でそのなんか配信を売る設定のがあるから、ニコニコの企業チャンネルってそういうのやってるかは知らないけど、まあでもそんな1000円とかはしないと思う、うん、まあ、ちなみにその有料会員になっても俺にはバック1円も来ないから、あの別に入ってもらっても入ってもらわなくてもどっちもいいんだけど俺はね、うん、まあでも無料のところはね無料なんでぜひ見てくれればっていう。なんで検索する？ニコ生で旅部とかで出てくる、あ旅部のツイッターで出てくると思う。旅部ツイッターとかで検索すると出てくると思うんで、旅部のそこにウラルとか、ウラルっていうかそのリンクがあると思う、うん、そうそうそう、まあ今貼ってくれたやつで合ってるかな、ちょっとあの枠切り替えていい、次枠も行くわ、次枠ラスト枠ぐらいでね、明日早いんで、明日てか今日か、サムネこれの方が綺麗だしあと延長代がもったいない、まあまだチケットあと もうあとほんと数枚しかないんだけど、ね、次枠すぐ行くんで、サムネこういうのが綺麗じゃないと。量少ねえな、コーラとオレンジ。